皆さん、おはこんばんにちは、おとじゃではありません、すいません、ダメだって、ダメだって、そんなことしちゃ、あれちょっと、お気に入り登録したやつをさ、どうやって出したらいいんだこれ。そう、あのに超絶人気 YouTuber の真似をしてさ、そんなこと言っちゃダメなんですよ。あの、大変失礼いたしました。あの、いつもと変わらない、あの、お調子者、ブルーホースでございます。あれだってそうだよね。使う。え？何にも反応しない。ちょっと待って、せっかく登録をしたのに全くもって意味がないというか、あ、これノーモーションでいけるんだ。へえ、便利。前回はですね、平原彩香さんをぶちのめしたところで、一旦終わっておりまして、ちょっと次のステージに進もうと思っていたんですけれども、思いのほかサイクリングロードでたくさんのトレーナーたちに絡まれてね、あの、チャーリーの使い方がなってねってボコボコに怒られたんで、まあ、仕方がないから、お前らこそポケモンの育て方がなってねって全員ボコボコにしちゃったっていうところで終わりましたと。で、効果は抜群なので、とりあえず地ならしをしておきましょう。へいらっしゃい。あの、石つぶって浮いてるからって、そもそもさ、そうだよ、どうやって石つぶって浮いてんの、なぜお前重力に逆らってんだ。いや、ムクバードとかが空をピュ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 飛んでるとかだったらわかるけど、お前どうやって浮いてんだって話だよな。へー、不思議な話ですよね。ということで、とりあえず、水鉄砲でもしておきましょうか。缶コーヒー飲みます。うまい。あ、俺、ファイヤーの方が好きかもしんないな。大道のコーヒーを飲んでる。まあ、好き嫌いってさ、それは当然いろいろあるけど、ファイヤーの直火仕上げの、苦味がすっきりして美味しいかもしれない。そうだな。うん。大道の方は苦味があって、すっきり感はちょっと少なめっていうところかもしれないですね。これどっちの方がいいんだろう。水鉄砲やって噛みつく。でも電光石火は相手鋼タイプがあるから。で、こいつエスパー、あー、エスパー鋼だけど、あれ、おぉ。なんだ、でもあれか。あー、ジャイロボールって確かこいつまあまあ体重重いんじゃなかったっけ。うー、まあ鋼タイプだもんな。さあ、これで、自滅さえしなければ倒せ。おー、いいですね、懐いてくれてる。そっから、そうなったらもうあれです、水鉄砲ってもうもはや君おしっこだぜ。尿もれもれじゃん。あー、ラッシャイがレベルアップしましたね。オッケー、ありがとう。自爆。お前はそんな身を挺すことなんてさせないんだから、安心して。じゃあな、ニコラス、また会おうぜ。なんかニコラスもなんか同じようなあのヒゲずらした気がするんだけど。で、これはこっちに登る手段は、あー、こっちから行けるのか。オッケー。なんかめっちゃ走ってる子がいるけど、ヘイボーイ、俺と戦う。ちょ、チャリを押しのけるんじゃないよ。チャリを押しのけ、一年中ワンパクボーイ、タンパク質小僧だぜ。ワンパク小僧が勝負を仕掛けてきた。安則、志村のあれかな、本名じゃなくて、志村健さんの、本名って安則さんじゃなかったっけ。ね、確かダウンタウンの浜ちゃんがさ、志村健の代わりに出てた時さ、安則は死にましたってさ、なんか超不謹慎なこと言ったけど、まあね、うん、そういうこともあったりするのにね。さて、気が出そうです。やばいです。大変失礼いたしました。ということで、ムックルーがムクムク、レベル25くらいになっているので、とレベル1個か。リゼット行こう。水鉄砲で行こう。そんなに水技でいいのかもしれないですね。うん。リーゼント2。ちょっと待ってね。ヒコザル。なんかいたよね。ピカザル、なんだかサルゲッチュだっけ。懐かしいな。やったことないけど。なんか友達が持っててやってるのを見たことがある。てーけーどうですね。そろそろライバルと戦いたいなと思うんだけど、ライバルいつから出てくるのかな。今回、今一つのようでございましょう。じゃあ、電光石火からとりあえず、ボコに。あ、じゃあどうだ？いける？あ、ちょーよし、OK、よかった。まあ、それはレベル3つも高いですからね。まあ、レベルっていうよりやっぱり、持ってるステータスの方が大事なのかなと思うんですけどね。あー、でもこいつどうだろう、頑丈とかしてくるのかな。レベル20じゃないや、レベル15だったら、まあ、秒殺できるけど、シューン。あー、よかった、頑丈なかった。なんかあれだね、トレーナーが出してくる石粒でイワークは頑丈じゃないんだよね。やわやわなんだよな。ありがとう、安則。一年中、タンパク層。なんかこれ見てたらあれだよな、ドリフル時代のさ、なんか、ピッカピッカの一年生、うん、ビシっていう格好に似てる気がするんだけど。あれ、あいつ無視されてる。お前。クリティカッツ
だね、なんかここら辺のさ、なんだろう、ポケモンじゃねえ、補助技、補助アイテムをさ、全部こう四天王の時とかに持ってる、チャンピオン戦の時とかにさ、一匹のポケモンにそれ使いまくって、もう無双するとか、そういうのありかもしれないよね。なんか全部の道具を6個ずつ、ぶわーつけて、それだけで24ターンくらいかかるけど、24ターンじゃないや、攻撃、防御、特攻、特防だから、あと素早さか、30ターンかかるわ、全部にやろうと。多分その前に回復の薬を何十個も使わなきゃいけなくなるかもしれないけど、しかも攻撃力だけボコに上げて、なんかもう秒殺していくとか、それは悪気にありがとう。レベル25。ズバッティはズバッティでいこう。オッケー。ズバッとまだ手に入れてないんだよな。そろそろ掴めなきゃいけないよな。じゃあこいつのもらうか。じゃあ撃ち落としましょう。撃ち落として瀕死になっているところを私がパクパクいただきましょう。ズバッともね、クロバットとかになったらやっぱかっこいいよね。やっぱ羽が4枚でバッサバッサしていくと、非常にかっこよく感じるんですけど、ちなみに皆さんがさ、こうなんかフォルム、そのステータス云々とかっていうのを除いてさ、その姿形でこう一番かっこいいなって思うポケモンと、一番かわいいなって思うポケモンと、なんか個人的にそのかっこいいとか、なんかいろんな、いろいろなありとあらゆる総合点を消した上でかっこいい、かっこいいって言っちゃったよ。総合点でここいいなって思うポケモンとか、なんかそういうなんかね、いろいろと教えてくれたらなんか嬉しいなと思って、僕はその教えていただいたポケモンの魅力を全力で探してみたいなと思いますんで、とか言って、なんか潮吹きをどれから太陽が好きとか結局技じゃねえかよ。そう、だから潮吹きもさ、体力が高ければ高いほどそのなんか威力が上がるってさ、なんかさ、もうスケベじゃんね。スミオありがとう。ボロ負けしたから笑うしかないぜベイベー。そんなことはどうでもよろしくて、結局ね、ここあれか、なんか、ここら辺に、やっぱあれだな、ここら辺なんかない。すげえ難しいんだよ。ここなんもないの。ただのスペースか。じゃあ、お姉さん、私と、指手をしてください。珍しく健全なお願いです。だからそんなにお股ぶっ広げたらそこにぶっ刺すしかないんですよ、拳をな。あれ、朝ので戦ったことはあったら、あーやばいな、朝の苦手タイプですね。そうか、お前が前兆だったのか。じゃあとりあえず、まあ仕方ない、地ならしだ。お前の早あ念力か、あちょっと多めも無重力空間か、なるほどな。でしでしでし、オッケー、パーパーパッパパーパッパパーパフ、オッケー、倒してゲッチュー。ワン力は怪力で、じゃあモモピーでいきましょうか。でもなー、次なー、格闘タイプのジムとはいえチャーレムとか出てくるからー、結局またあいつ無双なんだよな。アルギニムが無双するというか、じゃあちょっと待ってね、サイケコースから、あれフェアリータイプも効くんだ。へえ、そうか、フェアリータイプにも弱いんだね、格闘って。飛行にも弱いし、なんか微妙なところだよね。よし、ゲイゲイ、チャ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 、オッケー、戦い終わったところで、ああそっか、ここの居合切りのところも進んでいきたいなって思うんだけど、とりあえずまあ次のステージに進んでいって出た方がいいのかなと思うので、なんだ、あーびっくりした、なんか出てくるのかなと思ったら、西つぶてー、レイラッシャイ、何に握りましょう。まずは小肌からお願いします。江戸っ子か、くっそくだらないこと、まあなんかもうあれだね、効果抜群の敵と戦えるのであればさすがこいつ使いましょうっていう、そういうあれですね。さよなら、いいですね。じゃあ向かっていきましょう。私ここなんか誰か出てくるんじゃなかったっけ。あ、出てきたよね、やっぱりね。出たー、髪の毛ツンツンのゲストリー。なんか栄養足りてない系のやつが来た。君は世界の始まりを知っているか。この天眼座、新王地方の始まりの場所、遠い説もあるぞ。できたばかりの世界では争い事などなかったはず。ポケモン勝負と争うことは全然違う。ティーポケモントレーナーがそのことを忘れないでほしい。とはいえ、ここらは弱いから難しいだろう。では失礼。こいつもなんだろうな、掲げていることとか目指そうと思ってたところっていうのは争いをなくすって意味だったとしたらまあいいのかもしれないけど、でも結局やろうとしてること、おー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 、どうしようかな、どうしようかな、これは捕まえておきたいな、捕まえておきたいな。ちょっと待ってね、これ一発で捕まえられる、よし、モンスターボール
ず左利きになります。よしよしよしイエス。さあちゃ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 、そうなんです、ピーは捕まえてピッピーなんです。じゃあ、お月見山の印象が強いので、君の名前はもう皆さんお分かりのと、よいしょよいしょ、君の名前はお腰につけたものにしましょう。 OK、 きびだん、きびだんごが5個みたいになっちゃった。きびだんごでいきましょう。とりあえずボックスに送りましょう。ごめんね。かわいいの手に入った。やったやった。ちょっとこんな細かいところを、ドライブテクニックがないのでこっちで進んでいきます。ちゃかちゃーちゃちゃちゃかちゃちゃちゃー。ちょっとね、チャリに乗るのがなんでこんなあれなんだろうね。そのお気に入りカラーのあれの使い方がよくわかんねえんだよな。ちょっと待ってね、ポイント戦うんだったらじゃあもうリーゼントでいきましょうか。入れ替えましょう。いらっしゃい、さらばっしゃい、ちゃ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 、子供のお前がわしに逆らうというのかね。まあそれは勝ってから言え。いつくに、なんてどういう字書くんだろう、いつくにって。厳島神社みたいな。だって厳しいっていう字でも書くのか。いやーむずいな。ちょっと想像が及びません。私のあの飲みよりも小さな脳みそでは無理でございますね。はい。所詮私はミジンコです。オッケー、オッケー、いいですね。レベル上がりました。防御が低く、防御低く。なんかあの空手チョップとかされたら秒で死にそうなくらい防御力が低かったね。こうやって水鉄砲をぶちかましましょう。ペペ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 。最近さ、なんか昔って言ってもあれだけど、俺が社会人になりたての頃とかからさ、まあ2020、まああれだろうな、ここ2、3年くらいかな、お昼ご飯代で普通に1000円とか、まあ東京の人たちからしたらさ1000円とか当たり前なのかなっていう感じをするけど、800円出したらちょっとお昼ご飯出しすぎかなって思ってるもんね、未だにね。やっぱりね、800円が一つのラインかなって思う。850円以上とか出したらちょっと贅沢だなって気になるから。でもだから、あの減量してた時なんかはもう頑張ってあのおにぎり1個とプロテインバー、あプロテインバーってあの中の魚肉ソーセージみたいなやつがあるんですけどね。グギャーリーゼント、全くもってリーゼント要素ないけど、じゃあもうちょっと先輩頼みますわ、フルダチン。まあでもちょっとしばらくあの攻撃力じゃないや、なんだっけ、あのレベルアップするのはちょっと諦めても次のステージにさっさと行くようにしましょう。次のところに行く方が多分戻るよりも早い気がするしな、何よりも皆さんお待たせすることが忍びない。いやそんなバカせよっていう話なんですけど、私はリアルをお届けするゲーム YouTuber でございますんで、はい、ホイールはいりません。いらねえ。ほんだ、いやもう名前が強そうだな。空手かね、キックボクシングはね、やってみたいなって思ってるんですよね。今筋トレしかやってないけど、そらなんかさ、あの謎のさ、あの使えない筋肉とかって言ってくるバカがいるけどさ、そもそも使えない筋肉だから重いものを持ち上げられねえっちゅうのっていう話だからね。その使えるっていうものの、あのその、あの筋肉を使えるっていう状態が果たしてどこに比重を置くかっていう話なんですよ。例えばあの体操選手の筋肉なんかさ、すげえかっこいいじゃん。であんなね、あの細い棒とか、あの細い台の上に立ってさ、あの回ったりとかさ、できるわけじゃないですか。ところがあの人たちの筋肉って、そういうなんか自分の体をこう自由自在に動かす力が強すぎるがゆえに、あの棒、物を使った、あの要はあのボールを投げたりみたいなっていうのが器用にうまくできないから、あのなんかまっすぐ球を投げられなかったりとかっていうのがやっぱあのデメリットとしてある。じゃあそれを果たして使えない筋肉って言うかって言ったら、そうじゃないじゃないですか。だ一方で、じゃあ野球選手が球を自在に操れますとか、バットであのボールを打ったらあのホームラン打てますとかっていう能力が、じゃあ体操の鉄棒ぐるぐる回るとか、釣り輪でぐるぐる回れるかって言ったら、そうじゃないじゃないですか。じゃあそれを使えない筋肉かっていうかっていうと、そうじゃないじゃないですか。じゃあ一方で、そのボディービルダーとかパワーリフターみたいに、その筋トレの器具を使ってゴリゴリに重いものを持ち上げることができる人たちっていうのが、あの野球うまくできません、体操うまくできませんって言っても、それも野球選手とかさ、体操選手とかと違ってさ、ウエイトはめちゃめちゃ持ち上げることができる腕力きたーってわけじゃないですかね。っていうことを考えたら、じゃあ
あの果たして本当に使えない筋肉なんですかっていうと違うよねっていう話になるじゃないですか、うん、ちなみにあの僕あれですよ、一応ね筋トレ、あー畑を落とすとこれあれじゃないか、あーじゃあこれあれか、トンビのポケモンに対してか、ここ微妙かな、腕力レベルだったらちょっと捕まえられないか、やっぱそうだよね、もう一回噛みついとくか、うん、そう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 、だからやっぱり僕も重いものを使ってそのまあパワーリフターみたいな感じじゃなくて、どっちかっていうと筋トレをメインでやっているので、そのなんかね、あの体の使い方とか比較した時の、まあ、筋肉に効かせてね体を大きくする方をこうちょっと優先的にやっているというところもあるからあれなんだけど、やっぱりそれでもそうは言っても重いものを持ち上げることを、まあ、日々頑張ってるおかげで、その子供を抱えながらあの買い物袋を両手で持って普通になんかあの1キロ2キロとか平気で歩けるとかっていうのあったりするけど、まあ、そんなんね、あの世のお母様からしたらそんなの当たり前だよってかもしれないけど、ノンストップでやっぱりね数百メートル歩くのだけでも女性の方からしたらすごい大変かもしれないですけど、まあ、ちょっとその鍛えてるおかげでその苦労っていうのは僕の方ではまあ大してそんなにないと思う。もちろん疲れるけどね、めちゃめちゃ疲れるけどね。でさ、なんかさ、いつかだいぶ前の、いつだったかな、もう何年か前のアベマ TV ってあるじゃないですか、それになんか体を鍛えること、おーおーおー、へいらっしゃい、あれレベル25で進化だったんだお前、うん、26とか28とか言ってた自分が恥ずかしいわ。そう、もうそうなるとあだ名、次ドイツを取られるかだな、目つき悪、そしてなぜかお手手が一個生えてくる、そいつも怪力みたいになってるもんな。105キロ、ゲイ80センチ19キロか、まあでもこいつあれだもんね、最終進化したらチャンピオンベルトを腰につけるから、まあまあ先にもうちゃんとつけといてあげましょうということで、チャンベルにします。チャンピオンベルト、略してチャンベルちゃん、手持ちに加えてみましょうか。ヘイラッシャイがいらなくなるから、ゴーリキーは確かレベル28とかになったっけ。じゃピンピャパパピピピピスーパーコンテストショー、あーそっか、スパコンか、スパコンの街にたどり着くんかな。すごいな、なんて字なんだろう、はい、あれちょっと待って、これさ戦闘が、あ、そうだよね、あーって噛みつくしかないか、そうだよね、噛みつきましょう、アームと、あ、そうそう、アベマの話に戻るけどさ、まあ、興味あるか分かんないけど皆さんぜひ聞いてくださいよ、アベマ TV です、その筋トレをする人たちの人生を豊かだみたいなさことでさ出てた人がいるんですけど、まあなんだっけ、離婚してる方もいれば、なんだろう、家族旅行に行くのに自分の筋肉のルーティンが崩れるのが嫌だから一泊しかしませんとか、200以上の旅行は絶対に行きませんとか、その筋肉の回復にその筋トレしない日は勤めるからっていう理由で家族が持ってる買い物のね袋とか絶対一切持ちませんとかっていう人がいたんですけど、それ自分そのなんか満足してるかもしれないけどさ、まあ、家族も諦めてるますみたい なんかインタビューとかが映ってたからもういいのかなっていう感じなんです。まあ、その家族だけど、うちじゃ絶対ありえないね、うん、子供のことはちゃんと抱っこするし、買い物だって率先して重たいものを持つようにしてるんですよ。じゃないとさ、自分のことを優先してさ、なんか家族のことをないがしろにするっていうこと自体がさ、もうなんかもうありえなくねって思うんですけど、皆さんならどう思います？特にさ、そのなんか同じ筋トレをしている人たちからぜひコメントもらえたらすごい嬉しいなと思ったりもするんですけど、いやなんかさ、そこら辺を犠牲にしてまでさ、なんかなんて言うんだろうな、うん、だからそこまでし自分の体をさ、なんかなんか見た目なのかその中身なのか分かんない、その筋肉のステータスなのかっていうの分かんないけど、やったとってさ、家族がさその不幸になってるんだったら意味なくねって思うんですけどね。だから自分のその筋肉を豊かにしていくことによって周りの人たちも豊かになるんだったらいいよ。結果的にさ、例えば僕の場合だったら、まあ筋トレをすることによって子供と激しく遊べますとかさ、嫁さんの代わりに重い荷物を持つことができるようになりますとかっていうので、まあ、助けられるとかだったらそういう理由でいいのかなと思ったりもするんですけど、まあ、あともう一つ筋トレをする理由は醜い体で痛くないからっていうところですね。やっぱ同世代と比べるとね、そこそこに体を鍛えているわけ、金目石を手に入れることができますんで、あ、OK、OK、OK、あ、甘い蜜、へえ、ちょっとここに塗っておきましょうか。あ、でもいらないか別に。よいしょ。おじさん、ポケモン勝負しようや。素晴らしい最高の勝負シーンを描きましょう。ですわないか。ですわないか。
もうちょっと日本語がちょっとよくうまく喋れなかったですけど、まあまあそんなことは気にして。またふみちゃん、あ、出た、マネネ。あれ、マネネがバリアードになるんだ。え、だいぶ違うフォルムになるんだ。へぇ。パー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 、じゃあ見つけましょう。だからね、まあ、あの、いろいろなことをやる上でさ、何を犠牲にして何をこうバランス取るかっていうところなんですよね。うん。割り、あ、嘘八か。こいつは石タイプだから、そっか、じゃあチャンベル行きましょうか。早速、新しい仲間、チャンベル行きましょう。ということで、嘘八。でも意外とこいつの方が素早さ高かったりして。じゃあ、リベンジしても仕方がないから、素早さ、あ、ちゃんと使ってる、あれなんだ。PP が減ってくんだ。へぇ、そこまで表現されてんだね。ロープ。素早さが下がります。でもそっか、岩タイプだからあれか、さすがに、え、ああ、そういうことか。さすがにあれだよね、防御力が高いよね。これ、食らった技をモノマネするのかな、それともなんか、覚えてる技から一つ選ぼうと思ってるのかな。だとしたら、なんだろう。ああ、でもそっか、やっぱりリベンジかローキックかパクるとしたらね。ウソハチの立場に立つのであればね。いやー、インスピレーション。いやー、おじさん若いっすね。横文字を使うことに対してなんか、やっぱり抵抗がある世代なのかなと思っちゃってるんですけど、おお、ありがとう、入るのに。え、お姉さん何する？金を取る系。あ、違う、いやいや、そんなことないです。記憶力がめちゃくちゃいいので。記憶力はめちゃくちゃいい方です。記憶力が良すぎて、嫁さんと旅行行った時にどこどこでどんなことがあったよねっていう話をしたら毎回ドン引きされるパパです。私も一緒に参加するざます。マッチナンバーワン。あ、ちょっと待ってよ。ちょっと待って、そろそろライバルが来るんじゃないか。あー、まあこんだけいたらなんか戦えるか。フルダチンじゃなくってドンパッチから行くか。なんかそろそろライバルと戦うんじゃないかっていう気がしてきた。違うわ。え、かわいいポケモンが来た。ライバルかと思ってたら、何、アイドルだって。はい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 、はい、戻されます。俺したらコンテスト会場に来てね。え、コンテスト会場で公開セックス。ありがとう。んで、こっちは今行くことが、あ、できなさそうですね。あー、じゃあ持っていきます。あ、このポケモンは何が生まれてるんだ。じゃあ、こっちはポケモンを送ることってできないか。そうか、無理か。卵か、卵を育てたいな。でも卵を育てな、な、めちゃめちゃ立ってるやん。感動です。なので、いいです。うん、せっかいです。じゃあ、とりあえず、たどり着くことができたんだけど、まだ時間があるから、とりあえず回復だけさせておきましょう。せっかくだからね、ゴーリキにしていきたいしね、リーゼントもレベルアップさせてあげたいから。で、そっか、先にここ来るのか。てっきり3つ目のバッジのところでたどり着けるかなって思ってたけど、そうじゃなかったね。で、レベル30にしても仕方がないので、レベル30にしちゃうと、それ以上上げるとあれだからね、言うこと聞かなくなってっちゃうから。そいつね、ジムリーダーなんだけどさ、めちゃめちゃ張り付いてる。あら、ごめんね、めっちゃにっこりしてんな。スーパーコンテッションですか、楽しんでください。メリッサ、メリッサって曲あったよね。うん、あんた、もっともっと強くなってください。そして勝負しましょう。多分今戦っても勝てると思うよ。あ、無理か、レベル38くらいだっけこいつ。やっぱコンテストショー、とりあえず一旦なんかアイドルにパクパクしてもらえるんじゃなかったっけみたいな。巨乳系アイドルだよね。めぐみとか小池栄子みたいな。なんでママここにいんのよ。あやこさんだったの。ママあやこなんだ。ブロフトスーパーコンテッション話したことないもんね。なんでシールなんだよ。それは脱ぎなさいよ、全部。あ、そっか。なんか、あれだよね。とりあえず、スーパーコンテストはさすがにやるつもりではないので、あ、タキシードはもらった。あれ、服装変えれるんだっけ。それともあれか、コンテストに出た瞬間に、あ、変えるんかーい。やってかんかい。参加。パフィンケースも、あ、はいはい。着付けて練習してみるというか。うわー、なんかすげえキザな野郎がいる。ボコボコにしばき上げたい。おー、いいですね。褐色のいい女の子、すごくいいですね。なんかもう、田舎の元気な女の子っていう感じがして。やっぱね、男の子にしろ、女の子にしろね、もう見た目が健康的な子が、やっぱりね、かっこいいというかさ、もう魅力的っていう感じがするよね。うん。
ぱ人間元気じゃないとな。で、ポピンケースここかな。あ、そうかね、ここでなんかあのくる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 回しながらってやつがあった気がするんで、ポピンケース持ってないから、ください。いやー残酷ですね。レッツクッキング。いやめっちゃ逃げますやん。誰もポピンケースくれないんだな。あら持ってないのねって、あなたにあげるざますって言って、じゃあちょっと待って、これうわー来たー、やっぱりお前と勝負。うわーこのタイミングか。じゃじゃじゃー、戦える、待ったらしなさい、ロッテのトッポってか。くそーお前、うん、これなんかいつの間にか 4匹も持ってやがって、プルボッコリしちゃう。何やろう、ムックル。おいまだムックル、なんかポケモンがかわいそう。あれかお前 B ボタン連打してるだろ、連打系男子だな。ってことは、ムックル、あれムックルも威嚇って持ってるんじゃなかった、お前のムックルは違うの、さらばだ。あれレベル15とか進化するんじゃなかったっけ。かわいそうに、お前シゲルでもあれだぜ、花田シティで戦う前にちゃんとピジョンにしてたのにさ、ウィゼル、お前さ、あの技の相性って知ってる、何何何、急にやったな、こっちもすごいもの見せてやる。なんだあのフルダチか、俺のフルダチか。あーそれはすごいですね、尻尾フリフリされたらすごい、やばい、よくよく頑張ったね、ありがとう。いやーオッケー、さよならバイバイ。さて、経験値をもらいました、218。ロゼリアだったら、あーモモピーがいったな、うん、モモピー行こう。オッケー、チャーチャラパピー、ブッ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 。まあでもちょうどいいんじゃないですか、こいつと戦うことができたで、からまあちょっとした見せ場もね、あの皆さんにお見せすることができたのかなと思いますので、で最後がそうか、ここだ、ロズレイドが最終的に出てくるって、植え付けてきやがった、ポポ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 。あれでもさ、こいつが結局お亡くなりになってるのあんま関係なくない。いやでもそうか、ヤドレギの種で、次に出てくるヒコザルはさすがにあれだよね、モーカザルになってるのか。ああ、なってる、モーカザルだから、あー、じゃあリーゼントでやってあげましょうか。あのリーゼントは微妙か、レベルが一緒くらいか、さすがに一緒くらいだとなかなかあれだよね、ちょっと苦戦を強いられるような気がするけど、うわーかっこいいな、あモーカザルの時点で結構かっこいいな。ふい水鉄砲、あー半分削れるんだから大丈夫でしょう。さあなんか特徴、うわお、まさかの固定してくるコンペイトをいっぱい投げてきやがった。お前あれだな、40円1パックのコンペイト投げてきたらピンチかよ、だが俺は諦めないぜ。なんでそんな爽やかな顔してるんだ、もっとギリギリを楽しみたまえよ。あーちょギリ、あーれーなんで睨まれた。あれ黄色ってさ、 HP があの半分切ったら黄色になるんじゃなかったの、あれ もうちょいあったってことか。しまった、まあいいや、結局あの1もダメージを与えられることなく終わってしまったけど、まあ結局ポケモンは相性なんですよ。頭使いよ頭。よし、アルギニヌチャンベル。いやーやっぱりあれだね、あの特別系のと特攻はゼロだったね。でも素早さが上がらないってどうなんだろう。あ、2300円もくれた、こいつまあまあもらってんな。後ろのおじさんの顔よ、お前俺にも案内させろよって言って、おせっかいじじいが。はい、じゃあトバリ、あなんでお前まだ持ってなかったのかよ。でこいつと勝負したことによって次進めるようになってるんですね。オッケー、じゃあちょっと待って、とは言いながらもやっぱり次進んでいくべきか。タオンマイ、どのくらい離れてると思ったけど、まあまあ離れてたな。あ、ここがあるのか、ズイタウンか。あー、ズイズイズッコロバシゴマビーストズイってやつか。なるほどな。どうしようかな。じゃあ、ズイまで行くか。ズイまで行って終わりにしましょうか。ズイズイズッコロバシゴマビーストズイズイ。あ、お姉さん。花名石をなんかめちゃくちゃの数集めて、で、進化させるんじゃあ、あれを手に入れるんじゃなかったっけ。甘い蜜、なんかすごいリンゴみたいなやつがある。え、お姉さんはリーダルと特訓しているのです。すごい丁寧な感じの喋り方ですね。君のポケモンどのくらい育ってるか、多分あなたよりは育ってるはずです。いや、見だね。
ハルキ、いやーハルキってなんか爽やかなタイプのやつが多いよな。うん、俺の知ってるハルキはネクラだけど、違う中学校であのバスケ部だったやつな。ボコボコにしてやったぜ。まあ小学校の時にボコボコにされたから、リベンジみたいな。そう、エアスパーク、スペーク、いくぜい。プリで埋め尽くされた携帯画面を見せやがれ。モノマネ、タラタタタラタタ、スパーク、オッケイ、パタパッタタ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 タ。よし、嘘八ゲット。嘘八ってどこで手に入るんだろうな。まあいや、レベルアップありがとう。で、スボミ、スボミは、あ、じゃあモモピーかな。あ、スボミの時点でもう毒って持ってるんだっけね。やっぱあの美しい花にはトゲがある。あ、毒じゃなかった、トゲがあるか。もう普通に間違えた、恥ずかしい。毒で毒のトゲ。じゃあ最近今ちょっと毒タイプに対してフェアリーは弱いってことかな。とかフェアリーは純粋だけど毒はもう毒々しいってことか。どういうことや。で、レベルアップしてピッチュピッチュピッチュマッチュピッチュマッチュピッチュは、じゃあフルタチンでいこうか。うん、あんまり経験値もらえないと思うけど、まあそんなことは気にしないで、あの地道な地道な努力がねやっぱりね、大事ですからね。なんだかんだでさ、結局なんか言い訳して何もしないやつって多いけど、あのね、ちょっとでもね、例えばあのダンベル1キロのダンベルでアームカールをあの10回やる人と全くそうしない人と比べたら、あの100日後に大きな差が出るわけだからね。1日10キロでしょ。でさ、あの100日したらさ、 100×100 で1万キロ上げたことになるんだからさ。あ、ほんと、うん、いい釣り竿、いいよ、ありがとう。あ、やった、いい釣り竿をゲットすることによって、いや、それは大丈夫です。じゃあちょっとなんか釣ってみましょう。あ、ちょっと待って、あれ、あれ、ここで釣り竿使えない。使ってどっちか。いや、すごい。わかった。こうだ。よし、行くぜ。みんなが時を止まれみたいな状態なの。おっしゃ、何釣れたかな。コイキングかな。いや、コイキングだったらマジでね、コイ欲しいんだけど。あ、トサキン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 。まさかのハネルだったわ。これドンパッチか。これドンパッチ大丈夫か。レベルなんぼや。レベルなんぼかによる。めちゃめちゃこっち見てる。金魚すくいしてあげようかな。じゃあ噛みつきましょう。おいしいです。パクシコ、これって水気候じゃなかったっけ、こいつって。もうなんか混乱させてきやがった、うんげー。あ、混乱はしなかったです。じゃあ捕まえましょう。東王にしてあげましょう。東の王、東の王と書いて東王。江戸川幕府かな。江戸川幕府じゃねえや、江戸幕府だ。なぜ川をつけた。オッケー。しかもこれ捕まえた時もあれだもんね。あー、なんという、まあこいつを有名にしてくれたゲームの名前をつけましょうか。じゃあね、スマブラじゃ、あの伸ばし棒がないだけ安心してくださいねということで。このランニングオタクは戦えるんだっけ。まあしないのか。え、これ お姉さんはポケモン好きなの。彼は、うわ、はい、よすがシティですか。行ったところか。ヒメリー、お姫様、ちゃーちゃ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 、埋めましょう。姫里の実は、あ、PP10 回復、あ、これ結構重要かもしんない。あの、チャンピオンロードとかさ、あの、四天王とか戦うときに、あの、必要になってくるかもしんない。そろそろ裏でなんかいろいろこちょ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 やり始めてもいい頃かもしれないですね。何か、その、戦い忘れてる、あの、トレーナーとかがいたりするんですよ。あと、あの、こっそり、あの、地下で、あのポケモンのレベル上げとくとかね、うん、そういうのを知っててもいいかもしれない。他のそのまだ戦わせてないポケモンとかね。うん、いや、双子ちゃん可愛いな。うちの嫁も双子です。そうだから双子のさ、あの奥さんをいただくとさ、どうしてもさ、やっぱりさ、その相手方の方、あのもう一人のその、あ、片割れって言い方は悪いけどさ、もう一人の方もやっぱりどうしてもね、あの当然だから、あのそういうつもりはないけど可愛いよねって思っちゃうね。あれ、これノーマルタイプだったっけ。
ちょっとプレス運んしといて、で、じゃあまあ葉っぱカッターかな。それどっかちの早い。そう、どうしてもやっぱね、もう一人の方もね、やっぱあの自分が惚れた女性とね、うり二つの顔をしてるから、美しい、可愛い、たまらないってなっちゃうもんね。うん、あ、まあでもやっぱ中身は当然全然違うから、あのそういう意味であのトータルで見た時にやっぱうちの嫁が一番だなって思うわけですよ。何ののろけ話を急に聞かせてるんだ。なんかそんなこと言ってるうちにあのもうすぐ40分を迎えようとしているところなので、早くずいタウンに行かなきゃいけないね。シティが確かあれだっけ。いやでもそうじゃないよな。え、ポケモンなの？ニャースみたいな喋れるの？ポケモンごっこ千尋。そう、なんかさ、タウンが何もないところで、そのシティがなんかそのジムバッジがあるところだよねっていう話をしようと思ったら、よくよく考えたらさ、ことぶきシティってジムリーダーいなかったわって。だから前言撤回、秒で前言撤回だったわ。ってことで、なんか、まあ、千尋よりもさ、ピカチュウの方がでかい気がするんだけど、気のせい？天使のキスってこれあれだっけ？混乱させられるんだよね。混乱してるんだよね。大丈夫か、大丈夫か。もうめんどくさいからさっさとやりたいんだけど。OKOKOK。上手。上手。Thank you so much。いいね、いいね。ちゃー。いやー悔しいな。ぷい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 。じゃあ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 残りは、とりあえずZシティまでもう秒でポンと行ってしまって、残りはあれだね、次のパートのところで開始するみたいな、そんな感じで進めていきましょうかね。まだここら辺戦った方がいいよって言っていっぱいいるもんね。あ、海の上を走ったと、もっというやつだ。忍者だったのか。忍ずり、ずりをずり、あ、ちょっと待って、ずり、ちょっと待って、ずるいやつがいる。登った先に待ち構えてるやつがいる。ずりの実、ずりの実はやっぱあれかな、はめてずりっとしたら気持ちいいのかな。ちょっとぬちょぬちょしてたりとかして、じょうろでお水をあげ、ぽっちー。ちょっとで、いきましょう。まあ、こっちから行ったらいいか。で、追いかけっこしてる変態たちは置いておいて、よし、じゃあ、一旦ですね、ここで終了とさせていただきたいと思います。最後までね、ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひね、次回パート、次回こそ3つ目のバッチのところにたどり着けると思うんですよね。余計な寄り道さえしなければっていうところなので、ぜひですね、ご覧いただけたら幸いの極みです。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。身を埋めながらの時で恐縮なんですが、ではまた、バイバイ。あ、チャンネル登録ボタンとグッドボタンもぜひよろしくですね。はーい。